ということで、はい、オミナ TV でございます。今日はですね、まだ引き続きロードスターの動画でございます。はい。まあ、シリーズ的には30万円で買ったロードスターシリーズですね。今回は何を変えていくかと言いますと、はい、こちらです。わかりますね、皆さんね。箱見ただけでわかる人、わからない人いると思いますけども、スパークプラグケーブル。いや。スパーククラブ、バカクソかんだ。スパークプラグに刺さってるあのケーブルですね。はい。あれを変えていきたいと思います。まあ、特にね、変える理由とかないんですけども、まあ、色が多分純正の色で、ちょっとなんて言いますか、くすんだ石みたいな色してるっていうのがちょっと嫌だったんで、どうせならね、こういう風に、どうせ一番最初の純正から変えてないであろうケーブルなので、まあ、簡単だし、安いし、変えていこうかなと思います。ちなみにこれ、Amazon で5000円いかないぐらいで買いました。で、この動画をもしね、見て、プラグを探してくださってる方のために、プラグじゃない、ケーブルね、ために、この型番もちゃんと、お伝えしていきますので、はい、見ていただきたいと思います。はい。マツダの ZE21。ZE21 っていう品番ですね。それがこの NGK。まあ、有名です。NGK の場合は、この ZE21 っていうものを選んでください。で、一応リンク下の方にも貼っとくんで、そこから Amazon では飛べるようにしておきます。はい。なんかね、やっぱ歌い文句的にはイリジウムと一緒にやるといいぜって書いてあるんですけど、まあ、僕はイジジウムじゃないです。残念ながら、イジジウムではないので、あんま違いわかんないと思うんだ。ただ見た目上の問題だから。じゃあ、交換していこう。開けるよー。さあ皆さん久しぶりのエンジンルーム5回調でございます。今回やっていくのは、これ、ここね。それではやっていきたいと思います。どうでしょう？見やすい位置に持ってきたんですけど、見やすいかな？まあ、エンジンルーム開けて、スパークプラグのコードがこんな感じで刺さってます。これをただ変えていくだけなので、何も難しいことないです。僕は順番通りね、書いてある番号通り変えていきたいと思いますが、皆さんぜひね、こうやってケーブル、箱から出しましたら、オイニーを嗅いでください、これ。あのね、たまらないわけ。たまんねえ、たまんねえ。こいつはやべえぞ。こいつはやべえ。上物だ。やべえ。これはね、買ったやつにしかわかんねえんだよ。上物だよ。これね、やべえとこだよ。やべえやつだよ。MGK だよ。やべえぜ、これは。っていうことで、変えていきます。まず、順番で、いきたいと思います。わからなくならないようにしようかと思うので、まずこれ、一番長いやつ。一番ってやつですね。これをやっていきます。まず、プラグ側から僕抜いていきたいと思うんですけども、この時、例えばここのコード持って、オラってやったり、しちゃダメですよ。いいですね。これはもうファミコンとかスーファミの時代から言われてることですね。ケーブルを引っ張らない。そうするとここがダメになったりします。まあどうせもう使わないからダメになってもいいんだけど、やっぱりね、ここをちゃんと持ってこうやって上にポンと抜けば取れますんでね。そしたら今度こっちレスビに刺さってる方のプラグ。これも同じです。ここのケーブル取ってあげたら、上に抜くだけなんだけど、端から行かないと抜けないかも。手探りでやってるからね、僕も。僕が手探りでやることによって皆さんがこの動画を見た時にすっきりこの動画の通りにやれば、簡単に終わると。余計な時間もかからないということを目指しておりますので、ね、はい。とりあえず今ね、ここだけ取ろうとしたら、ちょっと難しかったんですよ。なんで、4番のここ、まで外して、引き抜いてみたいと思うわけですよ。
抜けないですね。はい。抜けないです。ちょっと。皆さん、今ちょっといろいろ試行錯誤をしておりまして、抜けました。これ4番ですね。4番が抜けました。ちなみに、プラドのここデスビ側は、4、1、2、3の順番です。4、1、2、3の順番なので、これ間違えないようにしてくださいね。で、ここ、やっぱね、最初から交換してないと固まってるんですよ。多分ゴムがね、癒着しちゃってる可能性があります。そういう時は、くるっとこう、ひねってあげると癒着が取れるので、そうすれば簡単に取れます。したら、よいしょっと、1番も回す。で、2番も回す。上に抜く。OK。ね。で、3番も回して、上に抜く。こんだけです。で、もう取れましたね。取れたんで、ここからまずはめていきたいと思います。ここが、4、1、2、3ですね。4番。一番短いやつ。これ刺して、ぐっとしっかり。ぐっとしっかり。4番をまずここへと。次1番。NGK のプラがこうやってね、コードは何番ってこう書いてあるんで、わかんなくなんなくていいですね。まあ、ロスターわかりやすいんで、大丈夫だと思いますけども。ナンバーワンね。ね。こんな感じだね。特に難しいことは何もない。ちゃんと入ってるや。いいんだよ、こんなもんはさ。ね。で、最後にここをキュッ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 と。OK ですね。じゃあ、こんなもんは。さあ、ということで、作業が終わりましたね。いいですね。この辺がもともと青色だったんでね、青にちょっと合わせてみたんですが、いいアクセントになって、ちょっとかっこよくなったかなと思います。さあ、ということで、皆さん、いかがだったでしょうか。簡単でしたね、プラグ交換。終わったプラグはね、こんな感じでまあ、ジャックスパローのモノマネでも使ってください。こんなもん食うなり肉なり焼くなり皆さんの好きなように使ってやってくださいよ。ねえ。バイバーイ。